この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は、ひろゆき氏による「無理しない生き方」という本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。どんな時でも真面目なのが最良なわけではないし、頑張らなくてもいいタイミングだってある。 真面目な人ほどここうう。いっったことを知っておくべきでしょうどんな時でも真面目なのが最良なわけではないし頑張らなくてもいいタイミングだってある本書では「実はしなくてもいいこと」「実はしない方がいいこと」をいろいろ紹介していきます真面目に生きてつらい人や頑張りすぎて疲れてしまう人は本書を参考に ぜひ無理しない生き方を実践してみてくださいその方が時間にもお金にもそして心にも余裕ができるしもっと楽に生きられるはずですよ僕の経験では過度な思い入れを持たず淡々と作業をこなす方が仕事の仕上がりの質はかえって高くなる傾向があるんですよね 職場で何か仕事を振られたとします。取り掛かってみてうまくできないところやわからないことが出てきたらどうしてますか助けを求めることができるなら明らかに助けを求める方が得です。会社の仕事だったら間違いなく自分より経験を積んでいる先輩がいます。自分一人で悩むよりもその先輩に質問するなどした方が 仕事は効果的かつうまく済むわけです何でも一人で抱え込んでしまいがちな人がいますが会社にとってプラスにならないばかりか当人もそんなことを続けていたらいつかはパンクしてしまうはずですコツコツと自分一人で頑張るのって本当に大切なことなのでしょうか僕にとっては 時間の無駄にしか思えません。それよりもできる人それが得意な人に頼んでしまうのが一番無駄がなくていいんじゃないでしょうか自分一人で仕事を抱え込んで試行錯誤するような無駄な時間を減らすだけで自分のために使える時間は結構増えるはずです。 すぐ悩む理由は完璧主義かも一つ一つの行動をどれも完璧にしようとするのは常に気が抜けない状態が続くわけですから精神的にもよくありません完璧主義を見直してみることです自分だったら相手のミスを許せるかなと考えてみましょう自分が許せるのであれば 相手だって許してくれるはずです。そう考えるとそんなに完璧であろうとしなくなると思うんですね。いきなり完璧主義をなくすのは難しいと思いますので、徐々に失敗が怖くなくなるように考え方をシフトしていけばいいのではないでしょうか。英語は勉強しない。僕の知り合いで日本にいながら、 英語学校に通うだけで、英語が話せるようになった人はいません。逆に、アメリカに住んでいて、英語が話せないままの人というのも見たことがありません。英語を話したいなら、英語圏に行く方が確実です。言葉に慣れざるを得ない環境に浸ってしまうのが一番なのです。 要は、いかか、に楽をするかです。るで生きがいなんてものはない。仕事をしていないと生きがいが感じられませんという人がいたりします。僕はそう思いません。生きがいとは何ぞやという話になると思いますけど、そもそも世の中に生きがいなんてものは存在しません。最終的に ほとんどの人は記憶もされず誰も覚えていない状態で死んでいくものですから生きていたことに対する特別な価値を探す必要はないと思います僕は生きがいを考えるよりも本人が日々を楽しいと思って過ごせればそれで十分だと思うんです今日日一が幸せなら それで十分寝る前に私は今日こんなに幸せなことがあったんだと思えたらそれでいいじゃありませんか価値基準が他人にあるとしんどい本当に自分や家族にとって必要なものは何なのがちゃんと分かっている人の方が 人生は幸せでなのではないのかなと思ったりします本当に自分が望むものは何かこれを考えておくことです出生したら大変そうは大きな勘違いちゃんと管理職が機能している会社ならば出生すればするほど仕事量は減るはずなんですというのも管理職は 責任が生じる代わりに仕事自体は楽になるからです日々汗水を垂らして働くのではなくいざという時に問題解決の対応をしたり部下から持ち上がってくる問題の判断をしたり時には頭を下げたりするのが大きな役割になります現場のことをいちいち気にするような管理職は おそらく大変なんでしょうでもそれは任せるというスキルがないだけだと思うんですね会社にはしがみつきたいけど責任あるポジションにはつきたくないしかといって若手には自分の仕事を譲りたくない社員というのは会社にとっては一種の迷惑な人なんです会社の お荷物のようにあつわ扱われるのが嫌なら雇用形態を変えるか独立してフリーで稼ぐことを考えてみるのがいいと思います現場で働き続けたいのならフリーがおすすめです何を言ったかではなくいかにそう考えたかいかにそう考えたかの部分の方が大切なわけで信者になることは 大切な部分を見落としてしてまいがちですもし進路とかで迷ったときには選択肢が増えるのはどちらだろうかと考えるといいんじゃないかと思います僕は新人社員だろうと学生だろうと必ず「さん付」で呼び 敬語で話しますその中から将来ものすごく偉くなる人だって現れるでしょうから大きな仕事をくれる人もいるかもしれません。どんな人ににもフラットに話そう人間関係で悩む人は多いのですが世の中には自分のことを嫌いになる人が必ず一定の割合はいるので。 誰かから嫌われても仕方がないことなんです大切な人でもない限り嫌われたっていいんじゃないかと僕は思いますね職場内で言うと人間関係がうまくいっている方が仕事も円滑に進むと考える人は多いと思いますがもっと大切なのは仕事ができるかどうかです 八方美人で誰からも嫌われたくないという気持ちも分からなくはなありませんが、人間の一生の時間は有限です。大切でない人に対して嫌われているんじゃないかとあれこれ思い悩んだり、無理をして嫌いな人とやりとりをする時間の分、本当に大切な人のために費やせる時間は少なくなるのです。自分を嫌っているかもしれない人とか、 自分にとって大切でない人とは、さっさと縁を切った方がいいと僕は思います。自分の時間を大切にしないと、後悔するのではないでしょうか。僕にとって友達とは、気を使わなくてもいい人です。友達でもない人に嫌われたくないと思って気を使い続けても、言いたいことが言えないストレスがたまります。 嫌われていていもも仲良くなるることもある認める部分は認め合って親しくなるとお互いにダメな部分も分かるので何かでもめたりしても仲直りしやすいんです即レスしない即レスというのは本来必要なものなのでしょうか肝心なのはこの作業だったら これぐらいの時間でできます、という約束が守れるかどうかです。その人が猛スピードで仕事を終わらせ終わらせようが、締め切りギリギリになって一気に仕上げようが、どうでもいいことです。社会人にはむしろ、間違えない、ちゃんとできている、ということの方が大事なはずです。約束した期限内に、ちゃんと成果を出すことができれば、別に3分以内に、 ネイルを返さなくたっていいはずです。友達が多いことを自慢しても無意味なのです。それよりも、いざという時に助けてくれる親友の方が頼りになると思います。人間関係に悩んでいたり、苦痛を感じながら誰かと関わっていたりする人たちの中には、人と関わらないと人生が豊かではない。 といいいうう思い込みがあるのでではないでしょうかこうした思い込みは不幸を招くのでつ,ろ、えー、つらく感じるなら別に人とは関わらずに自分の好きなことをやっていればいいと思うんです無理をして人と関わろうとするよりも自分に向いた道を選んでその中で時間と労力を注ぎ込めばいいと思います。 人付き合いで大切なのは、誰とでも親しくしなければならないとは思わなくていいということです。自分に悪影響がありそうな人には近づかなくていいのです。人間には向き合う価値のある人間と向き合う価値のない人間がいて、向き合う価値のない人間には正面から向き合わない方がいいのです。 批判したりして衝突するのも正面から向き合うことになりますからそうではなくて軽くいななすすような感じでりり過ご,すえり過ごすに越したことはありません関わりたくない人には関わらないそれが幸せな人生を送るために大事なことだと思いますね。 収入を増やすことだけではなく、支出を増やさないことにももっと敏感であるべきだと思います。特に家賃や光熱費など、毎月毎月コンスタントに発生するお金を低く抑えることは重視するべきではないでしょうか。収入の多い、少ないにかかわらず、支出を増やさないことを心がけるだけで、生活のゆとりは、 ずいぶん違ってくるはずです投資をしていることが楽しくて仕方がないと思うのならともかくお金持ちでもない限り投資は人生の無駄遣いだと僕は思うんですね金融資産が1000万円ある人なら投資するのもいいのかもしれません。 自販機で缶ジュースを買うのは高くてお金の無駄だと思ってしまいます。身近なところから支出を抑えるそうは言っても支出を抑えることがなかなかできない人のために抑えるテクニックを一つ書きます。それはお金を払うことを面倒にすることです。例えば Amazon でクレジットカードの登録をしておかないようにすれば、 買いたいと思うたびに、いちいち新たにクレジットカードの記入をしなくてはならないので、面倒に思うことが出てくるでしょう。クレジットカードを持たないとか、財布にお金を入れずに買いたいものがあるたびに ATM に行かなくてはならないようにするのも手です。お金を使う機会があるときに、面倒くさいハードルを設けるようにしておくと、面倒だから払わないといった方向になるわけです。 勝を計算できなないい。負はしない日本人が大好きな宝くじこれは買わない方がいいですバカからお金を巻き上げる仕組みなのですギャンブルは進められませんパチンコにはまることなど絶対よ,く、えー、よした方がいいです 価値を計算できるという基準に照ららすならば唯一やっても良いと思えるギャンブルはブラッッククジャックです会議の場や仕事の打ち合わせであっても好き嫌いが入ってしまうのは仕方がないと思います。その時に大事なのは感情は感情として話す論理は論理として話すということです。 結論、周辺情報の順で話す。上手に話すためには、結論を早いうちに話してしまうことです。その上で状況や補足などの周辺状況を付け加えていけばいいと思います。どういうつもりで話をしているのかが全く見えてこない話をダラダラとされると、次第にうんざりしてくるのではないでしょうか。相手のリアクションを見て退屈してそうなら、早めに結論とか、 人と言い合う時や議論をする時も含めて説得をしないというのは重要なポイントですやるべきなのはあくまで自分の意見を伝えることと客観的なデータや事実などの情報を伝えることにとどめておくことですそれでも間違った考えを変えないのであれば この人人はそういういなんだと思うしかないんですよねというかそう思って説得を諦めの方がいいんです大切なのは不安を抱えていることが至って普通なのだ,普通なのだと自覚することではないでしょうか不安なのは当たり前のことです 普通の暮らしをしている限り不安を感じるのは当然であるとまずは認めてください。むしろやばいのはこのコロナ禍で日本の状況がどうなっていくかもわからないのに不安を持たない人たちの方です。普通の暮らしをしていながら何の不安もなく毎日を楽しく過ごしていますなんていう人も割と多そうですがお先真っ暗なんではないでしょうか。 不安を持つ人って不安を心の糧にして何か自分のプラスになることをやろうとするんですなので不安を恐れるのではなく不安になるのは仕方がないと割り切った上でそれを何かするためのモチベーションに変えていこうとするのがいいんじゃないかと思いますハングリー精神のある人の方が伸びますからね すべてとは言いませんが、嫌なことを思い出す原因の一つに暇があるからというのがあると思います暇だから脳が嫌なことを思い出すのに労力をさいちゃうんです嫌なことを思い出してどうしようもないなら一度めちゃくちゃ忙しくしてみてください嫌なことについて考えること自体が時間の無駄ですから 忘仕返しをしたい気持ちもわかりますが人生っって同じようなことがいっぱいぱ起きますどうしようもないことはあっさり諦めるとかそのことに関して考えないようにするそういう習慣を身につけた方がいいと思うんです。 いくら仕事が多いからといって極端に睡眠時間を削ってしまうと判断力が鈍ったりしてかえって仕事の効率が下がりますなので眠い時にはさっさと寝,、えー、寝てしまうことにしていますその方が学ぶための基礎体力もつきますし健康な状態も保てますからね大切なのは休む時にはしっかり休んだ方がいい ということであって、朝方か夜方か、何時間の睡眠が適切なのかなど、自分に合った眠り方を見つけていくのがいいと思います。今回は以上になります。